シバスケスは、日本の画学士、作曲家。君党は、文化勲章。株式会社ブルーシート所属、日本芸術院会員、文化功労者。筆名として貴笛を用いることもある。宮内庁式部職学部学士、東京芸術大学音楽学部講師、一般社団法人霊楽者代表理事、国立音楽大学音楽学部招聘教授などを、歴任した。 東京府出身の画学士である。日本芸術院会員である、柴スケアスの三男として生まれた。宮内庁の式部職にて、学部の余科、本科を経て、学生科を卒業し、後に学部に手学士を務めた。また、東京芸術大学や国立音楽大学で、教鞭を取り、後進を育てた。画学演奏集団である、霊学者の結成に参画すると、 その音楽監督を務めるとともに、代表理事などを歴任した。なお、音楽事務所である、ブルーシートに所属していた。その業績に対しては、芸術編章文部大臣賞や日本芸術委員賞、恩師賞などが授与されており、2017年には、画学士として、史上初めて文化勲章を受賞した。また、父と同じく、日本芸術委員会員に選任されていた。 駒市の一族で代々続く雅楽師の家柄。祖父、芝雄夏の代から宮内庁楽部で学師を務める。自身も10歳から横笛や琵琶などを習う。雅楽に仕える一方で、オーケストラ作品も作曲している。宮中版三回において、天皇と国賓が豊明殿に入場する際に演奏される曲、親愛は同志が作曲したものである。 2019年7月5日、アクセリンパ種のため、東京都の自宅で死去。83歳ボーツ、文化功労者検証に際して公表された肖像写真。ありがとうございます。